はい、こんにちは。言葉のファンタジスタ、まゆみです。私の部屋へようこそ。今日もクレタ島からお送りしております。冬の服にしてみました。ちょっと日に新たで絵をちゃんと壁に飾りました。次にこの前こっちはやって、こっちもあげました。これちなみに相当前に描いた絵ですね。自分が描きたくなって、最近またちょっとなんか油絵描きたい気分になってきてるから、そろそろ絵を描こうかなと思っています。今日のテーマは何かというと、一つの方法にこだわらないというお話をしたいと思います。なぜこんなことを思ったのかっていうと、今朝掃除、昨日ね、ダンスしたら、まあ、ちょっと今日も毎朝朝庭でダンスしようかなと思ってたら、すごい筋肉痛でちょっとなんか筋肉痛のままやるのもちょっと微妙だなと思ってやらなかったんですけど、で今日掃除機を部屋中いろいろかけてたんです。その時に思ったことなんですけど、普段例えばね、掃除機かけたらね、普段あんまり掃除機じゃなくてクイックルワイパーだったりとか、はたまた水拭きであったりとか、はたまた吐く、ほうきで吐くっていうことをやるんですね。でも一つの方法だけだと汚れがたまるんですよ。でもね、その例えばね、ほうきのいいところっていうのは、吐き清めるって、やっぱお寺とかでもさ、シャッシャッシャッっていう音がたまらないじゃないですか。明治神宮も今はちょっともうあるやってるかやってないかわからないんですけど、朝ね、掃除のおじさまたちがいてね、本当に美しく吐くんですよ。綺麗に理路整然と、で吐き清めるあの音がたまらないの。朝一で清まっていくその道、素晴らしいんですよ。だからほうきのさっていう音には清める力が私はあると思ってるので、吐くっていうこともとても好きなんですけど、吐くっていう方法ありますね。空気も動かすんですよ、吐くって。で、水拭きっていうのは、どうしてもみんな毎日着てたら必ず髪の毛とかほこりとか、もうどんなに清潔にしてる人でも絶対落ちるんですよ。もう私本当、人は常に汚れていくものなんだなと、3年くらい水拭きを毎日してる時があって思いましたね。毎日拭いても毎日汚れてるんだもん。で、一時ね、あんまりやりすぎるとすごいこう几帳面なこんな感じの人になっちゃうよって言われて、脅されたわけじゃないんだけど、なんか少しいい加減さを持とうと思って、あえて毎日するのをやめたんですよ。なので今はクイックルワイパーの日があったり、ほうきで吐いたり、水拭きしたりとか、まあいろいろやるんですね。で、今日は、掃除機をかけたんですよ。で、まあ、ついでにいろんな部屋をさかけたりで、床ってね、一番雑菌、自分のいらないもの、いらない想念、なんか外から持ってきた、まあ、いらない考え方とか分かんないけど、まあ、そういうものがね、床に一番落ちるんですよ。で、うちはね、ロボットの掃除でね、綺麗にねしてるから大丈夫ですみたいな人いると思うんですけど、できたら自分の寝室だけは水拭きするのをおすすめします。そうするとスキッとするんですよ、やっぱり空気が清まる。なので私ね、それをねすぐやりだした時、いいことありましたよ。なんかそうか、水拭きしようってし始めた時に、その頃神楽坂に住んでて、椿山荘が割と近かったんですよ。で、ル・ジャルダンっていう、ホテルのラウンジがあるんですけれども、あそこって実は、アフタヌーンティーを最初に日本で最初にやったところなんですね。であそこがなんか庭園がとっても美しいので、よくねお散歩がてらにホテルに行って、近くだったから歩いてホテルに行ってみたいなことしてたんです。で、その時にね、彼とね、なんかデートしに行ったんですよね。で、その時にね、お茶を頼んだので、最初は室内でお茶を飲んでたの。ファーストフラッシュ、初摘みの紅茶を飲んでたんですね。とっても美味しかったんですよ。で、そしたら夕日がすごく綺麗になってきたから、テラス席に移動したくなったので、それでホテルの方に、逆にテラスにいて中に入ったの、ちょっとどっちか忘れちゃったんだけど、で、移動してもいいですかって言ったら、心よくいいですよってホテルの方が言ってくださったんですね。で、それで私はお湯もさしていただけますかって言ったら、一瞬ね 0.5 秒ぐらい、そのホテルの方にはちょっと一瞬躊躇っていうか、一瞬なんかちょっとだけなんかあった気がしたんだけど、わかりましたって言って帰られたんですよ。で、席を移動したら、またなんかお茶菓子っていうかクッキーとかをもう一回用意してくださって、しかも、まあ、お湯をさしてくれたと思ったら、実はファーストフラッシュはその
最初に入れた1回目が一番美味しくて、茶葉は1回のみなんですと。でも内緒でもう一度お入れしてきましたって言ってくださったんですよ。これね、あーなんか床の水拭きしてしたからかもしれないと思ったの。なんか清らかになったのかしらみたいな、うん、それすごい水拭き始めてすぐに起きていいことだったんだけど、そういうところでホテルの質がわかるよね。なんかね、まあ某ホテルではすごいなんかいいホテルと言われてる感じなのに、なんかちょっといまいちの対応があって、その後1年半ぐらいはねそこに私寄りつかなかったね。そのやっぱもうホテルは何って、もちろん空間とかその美しいそのデザインとかっていうことなんだけど、人なんですよ。もうホテルマンの質で変わるから、もうホテルの人がやっぱりそういうのだと思う。私ずっとこれもうさ、多分何度もきっと椿山荘の話すると思いますよ。そうするともうそれは椿山荘のもうクオリティというか、まあ宣伝するじゃないですか、いい良かったから。でその良かったっていうエネルギーっていうのがずっと続くから、結果的に得なんですよねまあ損得の話じゃないんだけど、いやそういうところでさ、ハッとさせられるかさせられないかっていうところじゃない、ホテルマンって。だからもうホテルのサービスって本当に一流とか、なんかいろんなことを学ぶことをね教えてくれる場所だと思うんですよ。少しちょっと脱線するんですけど、昔ホテル韓国のチェジュ島に行った時があったんですよ。ロッテホテルに泊まりました。で私はねカプチーノが昔から好きだったので、朝ねあカプチーノ飲みたいなと思ってホテルで電話をして、ルームでカプチーノをくださいと、カプチーノ受精用って言ってくださいと言ったわけですよ。でしたら持ってきてくださったの。でもそしたらね、そのねそのホテルマンの人が、まあ、部屋に持ってきてくれた朝ね、でコーヒーと泡立てたミルクが持ってきてて、そこに一生懸命コーヒーの上にねスプーンで泡を乗せてくれたのよ。で私肌と気づいた、その時にメニューにカプチーノはどうもなかったらしいのよ。だけど最大限そのカプチーノという私の希望に応えようとして、一生懸命その スプーンでね泡をこうやって乗せてくれてたっていうところに、もうねなんかもうハッとしたっていうか感動したの。なんかわ嬉しい、そうやってやれる限りのことをやろうとしてる姿ってやっぱりね胸打つよね。そしてずっと思い覚えてるよね。ハッと嬉しいなって、私のためにそこまでしてくれたんだなっていうのがすごい伝わりますよね。今ちょっと話ずれましたけれども、話を戻しますね。掃除の話に戻します。そう、ね、床の水拭きっていうのはとってもおすすめって話しましたけど、つまりね今日は掃除機かけるとね、普段ここはかけてなかったっていうところをかけれるとか、クイックルワイパーだからこそここの奥までできるとか、水拭きだからこそホコリがきれいに取れるとか、なんかそのものによってその届くところが違うんですよ。だからもしあなたが何かをやっていてなんかうまくいかないなと思ったら、方法を変えてみるっていうことをお勧めしますね。アプローチを変えてみる。今こっちがもうここまでですって言ってるんだったら、やっぱ違う方向を変えてみる。ちょっとインスピレーションというか滑走を変えてみるっていうことをやるといいと思います。なので今日のまとめは方法を変えてみる。いろんな角度からやると、いろんな角度からやると綺麗になるしね、掃除みたいに。なのでそんな風にもし何かに行き詰まっていたら方法を変えてみるということをやってみてください。それではアディオス。